この秋もう1、2争うぐらいの実は一強なんですよね、僕の中で。簡単になっちゃったかなって感じですね。お、皆さんに出ましたよ、簡単。好きなのがなんですけど、ネット競馬をご覧の皆さん、こんにちは、細井純子です。さあ、秋競馬も始まりましたけれども、馬券の方はいかがでしょうか。この企画、ちょっとこの雰囲気でわかると思うんですけれども、春の2回に続いて好評だったということで、秋もやってしまいますということで、お隣はトライスさんです。はい、よろしくお願いします。トースポのトライスです。いやー、本当に春競馬2回ね、春はオークスとダービー、そして宝塚記念のと帝王賞ですよね、まあ2回に分けて撮影して、その時は京都でトラちゃんのおすすめのお店で、まあ、細井さんと京都で会えた時点がもう僕の中で奇跡なんですけど、それが2回もあってびっくりしましたけど、で京都生活どうですか。いや、もう京都に引っ越した時点でもう毎日が休日なんで、僕としては、はい、いや別に遊びっていうか充実した日々を、時間を過ごしているって感じで、別に春も夏も一緒でしたね、僕は。まあ夏は小倉とか新潟行ったり、まあ琵琶湖もちょっと2回ぐらいいろいろ散策しに行ったりしたんですけど、楽しかったですね。人生ってやっぱり50過ぎたらプライベートを充実させることは重要ですよね。そうですね、まあ、特にお互い20代は過酷だったと思うんで、それが大沢さんもちろん過酷ですけど、僕もトラックマン自体もう怖い先輩たちに毎日怒られて、休みの日も電話かかってきて、ああだこうだみたいな言われてね、もう大変でしたんで、あの時にもう髪の毛の半分ぐらいなくなりましたから、で30過ぎて止まって、ずっと維持してるんですけど、でトレセン取材もあったし、そうですね、まあ、トレセン取材がもう、もう5日間ぐらいいましたから、僕もで毎日駆けずり回って、まあ、楽しかったですけどね、ただあれはもう二度とできないですね。私、まあ、あの旧社の担当者だとか取材できてた時代と今は違うしね。そうなんですよ、今もうあんまりできないんでね、なんかいい時に退いたかなと思うんですけどね。なるほどね。トレセンから得れるものは、まあ、全て得たかなっていうのはありますね。元厩務員さんとか助手さんにも教えてもらいましたからね、だからこう今離れても競馬が見えるっていうのがあるんですよね、全然今まで経験 なければこうポンとトレセンから飛び出て予想しても多分トンチンカンなことになってると思うんですけど、全然やっぱり3月までよりも予想も当たるし馬券もいいんで、まあ自分のおかげっていうのも25年間、関係者のおかげかなとは思うんですけどね。やっぱこの積み上げてきたものはね、はい、もうそれの、まあ、お釣りというかね、そうですね、本当にさせてもらって、私もそうです、させてもらってるなって感じ。いや、でその京都だったんですけど、今回は、明日、ウィニング競馬の、ね、はい、出演があるということで、マレーちゃんが2週連続で海外出張したん で、で僕が、まあ、出させてもらうっていうか、臨時バッターとして外れに行くって感じですね。よく言いますよ。そしてね、このお店なんですけれども、トラちゃんも好きなね、はい、浅草の場所にあるお店なんですけれども、素晴らしい、そうここまた来れたっていうのはね、僕としては嬉しいですね、でまた相手が、ね、一緒に食べてくれるのが細井さんっていう、また春に比べてちょっとね2ヶ月ぐらい会ってないんですけど、2、3ヶ月、はい、また一段と、あなたおいくつですかっていうね、驚異のね、よく言います。49歳、49歳、来年50です。はい、同級生は51という ね、 いいですね。まあ、で秋競馬を当ててもらおうということ で、まずは乾杯をして、すいません無駄話が多くて、はい、無駄話が多くて早く飲みたかったんですね、はい、では、はい、秋競馬もよろしくお願いいたします。いただきます。最高の仕事ですよね。食べながら飲みながら競馬を話すっていう。いや、大きな声で言えないですけど、はい、遊びですね、これね。遊びですね。完全に極上の遊びですよね。本当にすいません、皆様。でもすごいよね、春の G1、なんといっても日本ダービーダノンデザイル本命でしたもんね。いや、先週も会社のちょっと偉い人と話して、あなたは偉いって言われましたね。褒められたよね。2年連続タステヘラ去年当てて、そうかそうか、今年はダノンデザイル、ちょっと難しかったと思うんですよ、この2年、はい、多くの人が多分外れてると思うんですけど、その中で、まあ、たまたまですけどね、当たっちゃったっていうのは、すごいもう細井さんの力かなっていう。やっぱ細井さん釣り合い取れるためには僕もいい仕事しないといけないっていうのがあってね、いつ見捨てられるかわからない、でそのダノンデザイルがね、もうぶつけで菊花賞ということですから、はい、このあたりをトラちゃんがどう考えているのか、そして秋華賞の方ですけれども、ここもちょっとね
なかなか相当見どころある一戦ですよね、うんうんうん、まあ有力馬大体アスコレピチェーヌはマイル先生来ましたけど大体有力馬来ましたんで、うんうん、この秋もう 1,2 争うぐらいのですんごく今後また活躍する馬が1頭以上2頭以上いると思うんで、はいはい、だから来年から振り返ってあの時の週刊賞すごかったねとかね、まあ、オークスっていうかこの世代多分牝馬の世代すごいと思うんで、うんうん、相当レベル高いんで、うん、僕としてはかなり楽しみですね週刊賞は。あうん、オークスの1、2着馬強いでしょ、うん、で、まあ、京都で行われるということに加えて、うんまあ、本当に一番残念だったのがトラちゃんがやっぱり期待してたライトバックがね、うん、回収まであんなことになってしまって夏競馬で、うん、新潟記念ショックでしたね、 あれね本命にされてた本命したしもちろん、うん、絶対勝つと思ったから、うん、京都ウィンズまで汗ダクダクになりながら行って、うんうん、まさかですよね、まさかで、うん、そうですね。でメンバー見ましょうか、はい、まあ、逆にあの馬いなくなって僕としてはなんか、うん、肩の荷が下りたっていうか簡単、はい、簡単になっちゃったかなって感じですね。お皆さんに出ましたよ簡単、うん、簡単まただってライトバック出たら多分本命してるんで、はい、そしたらまた3着でね、うん、ワイド馬券しか引っかからないっていうことになったかもしれないんで、うん、これをどう見るかですけどステレンボッシュとチェルビニア、うん、でそこに入ってくるのがクイーンズウォークということ、うん、あとクリスマスパレード前走ねいいレースしましたし、でボンドガールのあの足でもコース形態的にって思う方もいらっしゃると思うので、うん、トラちゃんはどれから行こうと思ってます？実は一強なんですけどね僕の中でなんかちょっと侮れないところはありますね。これはもう絶対いりませんとは言えないですけど、なんかこう3着ぐらいあってもおかしくないのかなっていうかあってほしいなっていうのと、